皆さんこんにちは、ウォッチ買取応援団団長です。本日は気持ち高まる赤い高級時計おすすめ5選という内容でお送りしてまいります。赤い時計皆さんお持ちでしょうか？なかなか高級時計1本目で赤を選ばれるという方いらっしゃらないものと思います。なので持っているとしたらおそらく2本目3本目もしくはそれ以降で買われたのではないでしょうか。しかも大抵は G-SHOCK などのカジュアルなスポーツウォッチを選ばれる方が多いかと。赤というとやはり使用シーンがかなり限られる、なので遊び用としてカジュアルな価格帯で選ぶのが普通なのかも。だがしかし少ないながらも高級時計にも赤はある。ロレックスの新作オイスターパーペチュアルでもコーラルレッドというカラーが追加されましたしね。赤い時計ある意味なくても困らない存在です。しかし確実に気になる存在でもあります。ということで今回は気になる赤い時計5本ほどチョイスしてみました。本日も最後までゆっくりと楽しんでいただければ幸いです。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、ゆえに私たちはどこまでも男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、では本題に入る前に赤い時計ってどのくらいあるのというところから見ていきたいと思います。これ実はかなり少なくてですね、例えばカカクコムの検索結果で見てみると、今この動画を作っているタイミングで26モデル、ブルーだと500以上あって、ブラウンだと80ほど、グリーンでも60モデルほどありますから、いかに少ないかお分かりいただけるかと思います。さらに高級時計という括りにした場合、高級かどうかは感じ方次第なので具体的にいくらからというのが難しいんですが、今回はクォーツ式なら15万円以上、機械式なら40万円以上で探してみました。するともうね、本当に少ないんですよ。いつものレコメンド動画ではたくさんある中から選ぶ難しさがあるんですが、今回は探すのが難しいという、なのでたどり着いたもの全てがおすすめ候補ぐらいの感じでした。ということで本題行ってみたいと思います。まずは1本目、1960年の創業から昨年で60周年を迎えたグランドセイコーより、エレガンスコレクション SBGK002。 3時位置にパワーリザーブインジケーター、9時位置にスモールセコンドを配置した新型の機械式ムーブメント QS63 を使用、ピンクゴールドケースを用いた高級モデルです。文字盤にはブランド初となる漆芸を採用、グランドセイコーらしい美しい金属仕上げと相まって、コレクション名の通りエレガンスを表現しています。この時計もうどこから語ったらいいのか、雫石高級時計工房で一から製作された機械式ムーブメントも素晴らしいんですが、今回は赤い時計の話なので文字盤に注目しましょう。ブランドサイトには漆の材料には生産量が限定され、希少性の高い純国産の漆を使用しています。純国産の漆は海外産漆に比べ乾きが早く扱いが困難ですが、耐久性耐光性に優れていますとあります。湾曲した文字盤に均一に漆を塗るには相当高度な技術を要するのだとか。ピンクゴールドケースの中に入る濃いレッド、金属の無機質な感じと漆の有機的な感じ、そのメリハリが何とも美しい。岩出山パターンと呼ばれる山肌のような透かし技術も素晴らしい。これはもうずっと見ていられる系ですね。インデックスとロゴの部分、世界的な漆芸家田村一秀氏の手作業による高蒔絵で描かれているとのこと。日本の伝統工芸にこだわり抜く姿勢、日本ブランドの誇りを感じますね。こちら基本スペックは日常生活防水、パワーリザーブは72時間、精度は日差平均でプラス5秒からマイナス3秒、メーカー定価は税抜きで320万円。2019年に限定150本のみで販売されたモデルなので現在入手は困難かも。欲しいと思った方、中古品で探してみてくださいね。続いてのおすすめモデルはこちら、1833年創業のスイスの老舗時計メーカーより、レクタングルウォッチの代表格レベルソ。レベルソは1931年に発売されたモデルなので、今年2021年で90周年を迎えています。ジャガールクルトというブランド、もともとはムーブメントのメーカーです。1920年代はパテックフィリップの中身の約6割を製作していたんですよね。オーデマフィゲやパシロンコンスタンタにも供給実績があり、今現在もロイヤルウォークのベースムーブメントはこのブランドが作っています。世界初の市販腕時計カルティエ・サントスの中身もジャガールクルト製でした。
で、そのジャガールクルド、ブランドとして初めて製作した腕時計がこのレベルソというモデルです。元はイギリス軍将校からのポロ競技用の腕時計を作ってほしいという依頼から誕生したスポーツウォッチですが、今現在は角型ビジネスウォッチの代表格。スーツに合う時計はというと必ずと言っていいほど名前が挙がる時計になっております。逆に言うとオフでは使いにくいんですよね。 T シャツやパーカーにレベルソを合わせるにはまあなしではないんですが、ドンピシャとは言えない。だがしかし文字盤が赤いとどうでしょう。それだけで外しが効く、ちょうどよくオフ感が出るんですよね。かといってベースがしっかりビジネス顔なのでカジュアルになりすぎることもない。外しながらオンでもいけちゃう、これはお見事。こちら今お見せしているのは90周年記念モデル、トリビュートデュオフェイスファリアーノ、乗馬用のブーツメーカーカーサファリアーノ社とのコラボエディションです。ピンクゴールドのケースにコード版とキャンバス地を組み合わせたベルトを装備、バーガンディカラーの文字盤が目を引くスペシャルウォッチ。基本スペックは3気圧防水、手巻きムーブメント、パワーリザーブは42時間、ケースサイズは 39mm 径、文字盤はひっくり返せる両面表示タイプで、裏面はシルバーグレー文字盤になっています。気になる価格、税込みで275万円、ブティック限定190本のみの発売です。続いて3本目はこちら、スイスシャフハウゼンの高級時計メーカー IWC よりポルトギーゼクロノグラフ。IWC というブランド、創業の地はスイスですが、創業者はアメリカ人の実業家です。そのため伝統的なスイスウォッチの街であるジュネーブやジュラ地方では創業が難しく、ドイツ語圏のシャフハウゼンでのスタートとなりました。創業当時からライン川の水力発電を用いて工場を稼働させていること、現在も創業時のまま拠点を使い続けていること、そして8年保証という真摯な姿勢から堅実な時計ブランドとして地位を築いております。ポルトギーゼクロノグラフは1998年に登場した比較的新しいモデル。 IWC はもともと組み立てによって時計作りを行っていたブランドです。ムーブメントメーカーからベースの機械を仕入れ、自社用にカスタムして使用していました。1939年に登場した初代ポルトギーゼは丈夫さと見やすさを実現するため懐中時計用のムーブメントを使用していたことでも有名ですよね。後発のポルトギーゼクロノグラフも例に漏れず、最初はエタの名機7750を搭載しての登場でした。とこれが自社製ムーブメントに変更されたのは2019年12月のリニューアルのタイミング。 IWC は2018年頃から自社製クロノグラフの開発をスタートしていたんですが、その理由はエタからの供給に制限がかかったこと。エタは IWC が属するリシュモングループではなく、オメガやブレゲが属するスウォッチグループなんですよね。グループをまたいでの供給に制限を設けたいと、まあ当然といえば当然でしょうかね。これがあったので、この際自社でクロノグラフを作ってしまおうと、元 CEO コ・ギュンター・ブルームラインが生前に考えていた時代遅れのやり方を一掃したいという思いもあるし、いつやるのということでこのタイミング、見事自社製の切り替えに成功したんですね。カラー展開複数ありますが、こちらのバーガンディはひときわ目を引く存在です。ケースサイズギリギリにまで広がった上品なレッドカラー、三重に仕上げが分けられており、奥行きのある表情にパワーありますね。こちらサイズは 41mm 径、基本スペックは3気圧防水、2カウンタークロノグラフ搭載、パワーリザーブは46時間、気になる価格は税込みで907,500円。さてここまで3本見てきましたが、いずれもブランドのアイコン的なモデルの赤文字盤。定番モデルでも赤いだけで全然印象違いますよね。定番カラーを持ってる方でも追加で買って全然損はないと思います。もはや違う時計です。さあここからあと2本ですね。ただでさえ目立つモデルに赤を取り入れた非常にエネルギッシュなモデル2本、行ってみましょう。1992年、突如現れた天才時計師、わずか数年で100年以上の歴史を持つブランドと肩を並べたと言われる新生ブランド、フランクミューラーよりトノーカーベックスのレッド。トノー型、いわゆる樽型の時計というのは腕時計登場初期の20世紀前半から存在していますが、現代においてトノー型の時計はと聞かれたら、まず間違いなくこの時計の名前上がるでしょうね。後発も後発、創業わずか30年足らずのブランドが古典的な形状を我が物にしてしまった、これは本当にすごいことだと思います。今お見せしているのはクレイジーアワーという複雑機構を搭載したモデル。文字盤の数字の配置おかしいでしょう。
フランク・ミューラーってこういうことをね、さらっとやってのけてしまうんですよ。とんでもない技術の持ち主なんです。ただでさえド派手なブランド、クレイジーな機構、そこにレッドの文字盤とダイヤモンドのベゼル、これはもうね、テンション上がること間違いなしですよ。ホワイトゴールド製のケースは32mm 幅、自動巻き、日常生活防水。気になるお値段は税込みで643万5000円。さてラストはこちらです。1918年、大正7年創業のジャパンブランドシチズンより、多機能クォーツウォッチアテッサのレッド。シチズンのメンズウォッチ、実は初代の登場が1931年なので、メンズウォッチという大きな括りで見れば今年2021年で90周年を迎えます。先に紹介したジャガールクルトのレベルソと同期なんですね。1960年代にはいち早く電子腕時計の製造にも着手。アメリカの時計メーカーブローバと連携し、電力で動く時計を作っていました。なので今現在も電池式腕時計においては頭一つ抜けている存在。エコドライブと呼ばれる独自の発電システムは、腕時計として初めてエコマークを取得。フル充電した状態から光を当てずになんと5年も動き続けるというから驚きです。こちらのアテッサというモデルにおいては、デイデイとクロノグラフ、アラーム、GPS、ワールドタイム、デュアルタイム、GMT、衛星電波受信自動補正などなど、使いこなせないほどの多機能を有している、まさにオールラウンダー。そしてこのレッド、公式サイトには情熱に満ちた東京のイメージを表現、赤の文字盤に高層ビル群のシルエットが浮かぶとあります。毎日をパワフルに、そしてチャレンジングに、都会の選手たちにぜひつけていただきたいモデルですね。こちらケースサイズは 44mm 径 15.1mm 厚、迫力あるサイズ感ですが、素材がチタンなのでわずか 109g と非常に軽量です。気になるお値段は税込みで242,000円。以上、本日は赤い時計のおすすめモデル5本紹介いたしました。赤い時計、ぜひあなたのコレクションにも1本、アグレッシブに気持ちを高めたいときにぜひ。皆さんのおすすめモデルもコメント欄でぜひ教えていただければ幸いでございます。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。